このプロジェクトの最も基本的な考え方というのは、その量子基盤の奥深くに通信や情報処理技術の将来を求めるのではなくて、その量子と古典の境界領域に、まあ、そういう情報処理技術なり通信技術なりっていうものを確立しようという考え方が基本にありました。でもう一つの大きな柱は、その情報処理技術に、まあ、電子を使うのではなくて光子を使うと。これまではコンピューターは電子、通信は光子という切り分けをしていたわけですけども、まあ、情報処理技術も光でやろうというそういう考え方で、まあ、進めてきました。で現在までに達成されている成果としては、現代コンピューターとはいろいろな問題を解くのについて、まあ、互角のところまで性能は来ているのではないかというふうに考えていますし、いわゆる量子コンピューターとか量子マシンと呼ばれるものと、まあ、比較すると現時点での性能は圧倒的に、まあ、良いものができたのではないかというふうに考えています。で今後研究開発が進んでいく方向は2つありまして、まあ、1つは開発されたマシンの出口、応用先をどこに求めるのかということで、組み合わせ最適化とか機械学習とか圧縮センシングとか、まあ、そういう分野が向いているのではないかというふうに考えています。